母里は兵庫県加古郡稲美町の一地域である。本校ではかつて同地域に所在した加古郡森村についても述べる。母里地域は稲美町の東部に位置し、加古川市、三木市、神戸市に接している。面積は約14.15平方キロメートルで稲美町全体の約41%にあたる。加古川による高位段球面上にあり。 北部には草谷川の谷が入り込み、階段級や中積段級が形成されている。全体に西に向かって緩やかに下る地形となっている。草谷川の両側の段級崖には斜面樹林がある。上層は赤粘土に松地と砂を混じり、中層は粘土、下層は小石混じりの粘土である地質である。井戸水などの水資源に乏ぼしかったが、 過去大行や黄金河疎水の完成により、稲作が可能になった。2012年度末の母里地域の人口は5730人、世帯数は2005世帯、1世帯あたり人員は2.86人となっている。1889年、タコグサ新村、草谷村、下草谷村、野谷新村,新村、稲見新村、野寺村の6村を合併して、母里村が発足した。 村の名称は、ハリマ風土記の曲がり号に由来すると言われる。ハリマ風土記によれば、慶光天皇巡行の時、稲見川を見て、極人美と褒めたたいて、もちりと称された。黒田節の逸話で知られる、戦国武将、法理とも信ゆかりの母里聖ゆかりの地とされる。また1875年、この地区の小学校はすでに、母里小学校と称されていたこともあって、 村名を母里としたものとも考えられる。古くは、アスカ時代か。また、この過程で、農村水利の確保のため多くのため池が築造された。したがって、地域の大半は農地、ため池の農業的土地利用で占められている。ほとんど全域が市街化調整区域である。地域の大部分が農業振興地域で、農用地区域の指定も多い。このあたりの農地の多くは、 ア山疎水管制後に開墾されるか、二十歳から水田化された。補助整備事業等による農業基盤が進められてきた結果、現在は整備完了後の整然とした美しい農地が広がっている。また、農村総合整備モデル事業により、農道、集落道及び公園などの生活関連施設の整備も進められてきた。北部の三木市に隣接する4つの区域には、 工場が立地しているが、いずれも2005年に特別指定区域としての指定が行われ、下草谷西地区は既存工場の用途変更区域、流通業務施設区域、下草谷中地区及び下草谷東地区は既存工場の用途変更区域、資材置き場等の区域、草谷北地区は既存工場の用途変更区域となっている。また、 南部の天満地域内の市街化区域に隣接する区域には既存工場の立地も見られ全体構想の中でも示されている新たな工業ゾーンの拡大地として位置づけられる。また草谷川沿いの貸し段丘の斜面には保全区域として位置づけられる一定の広がりを有する樹林地が広がっている。当地域には鉄道はない。 最寄り駅は JR 西日本山陽本線土山駅である新規バスが運行されている主要地方道一般県道都市幹線道路部屋分水所ありがとうございます